ジャンプです。さあバッティング。宇多さんね、うん、実働15年間で1700本。14年間だよね。4年でした。うん、俺14年間なんだけどなと思って。で、あっちゃん36歳で引退。あ、俺と一緒やなって。実働15年働いたら20万が花丸ですよなんて。え？同じ36で俺は14年しかやってないのに。14年でしたっけ？14年だよ。いや、1年足らんかったんですよ。でもね、振り返ればね、ああしてたら2000も出たなとか思うじゃないですか。あ、試合数がさ、今みたいに増えてたら、最初から、ね、それは2000本いってたろうな。ほんで、プロ野球に入られてね、宇多川さんもう実際2年目ぐらいから出られました。うん、で、1年目ね、まあ、僕、偉そうに言うわけじゃないんですけど、宇多川さんほどの選手でもね、入った時に、もちろんその元井さんというレギュラーの方がおられたから、なかなかチャンスがなかったのかも分かりませんけど、プロのボールに対して、ああ、すごいなとかね、これちょっとやばいかな、この世代できるかなというふうな不安というかね、はありました。ない、いや、ないっていうのは、はい、そう思ってしまうともう終わりだと思ってたから、これを打たないと飯食えないと思ってたから、これってなんか不思議な自信というか、あ、これぐらいのボールって俺なんかなんとかなるかなというふうな感じでした。でも力を感じた、ボールの、うん、スピードはそうでもないけど力を感じた。それはなんかね、プロのあるピッチャーを見てとかっていうことは、まあ、江川さんは、はい、まあ、とにかく俺が初スタメンの時に江川さんだったの、はい、まあ、3三振、うん、三振、これはあかんなと思って。その3三振って全部空振り、全部空振り、まっすぐ、まっすぐ、それね、三振するってことは9球ストライクがあったわけじゃないですか、うん、なんか当たりました。それはファールで粘ったこともあった、はい、でも三振、最終的にはその時にやっぱりこの世界でもっと頑張らなきゃいけないとか、いや、この世界で頑張るにはこの人の球を打たないかなと思ったよ。まっすぐを、まっすぐを、もちろん。その江川さんのまっすぐってのはどんなんだったんですか。もうなんかこんなドッジボールみたいに見えたよね。だからよく言うね、ベース板の上に来れば来るとブワーってでかなるタイプです。そうでもでかなったら当たってもいいのにね。当たらない、遅れちゃう。いや、だからまあでもそっからやっぱりこう意識は変わるよね。でね、宇多さんのその場合、プロ野球に入って、もちろん自分が努力されて意識変えてやられたんですけど、なんかその師匠というかね、自分の野球人生を語る上で、あの時に出会ってバッティングを教えてもらったとかいうのはあります？なかったらないでいいんですよ。ない。もう本当だから言うけど、自分で考えてやったわけでしょ。やった。当時は何やられました？当時は、言われたことをやらないとさ、はい、使ってくれないわけじゃない。すみません、宇多さんはじゃあプロ野球に入って、その江川さんの三三振しましたけど、自分で欠点というかね、ここを直さなきゃいけないというところはどこでした？体の開きだな。開きちょっと早かったんですか？いや、開きは早いから、はい、やっぱバットが出てこないというか、ヘッドが走らないというか。それでもやっぱり大学の等々では120本ぐらい打たれたわけでしょ、うん、でもプロに入ったらそれでファールになってしまう。ファールになってしまう。内から出そうとしてるのは間違いじゃないと。でもここをやっぱ速くするには、やっぱ止めるところを作らなきゃいけない。壁がなかったらあかん。そう。これでどうされました？これが不思議なことに、刀があるでしょ。刀ね。刀、はい、あれを鞘からスッと抜くイメージをちょっと持ったんだ。それ、ね、なんかテレビ見てとかそういうことですか？そう。本当に？うん、そう。いや、それであれ、刀を抜くっていうことはって言って、ちょっとおもちゃみたいなちょっと長いの買ってきたんだよ。わざわざ、はい、でこうやって、はい、こうは抜けんやん、体回したら。そうですね、ふっと抜いたんだよ。あれ、昔はさ、もっと回転で打って、回転で打って腰回せ、抜かないで腰回せとか言ってたじゃん。ちょっと待てよと、腰回してたら腕ついてくるけど体開くやん、はい、いやこれはちょっと違うなみたいな。それでこの型、こんなおもちゃの刀を持ってきて、こうやって抜けないよね、はい、このまま手でスッと抜くよね、はいはいはい、それもこうやって出したら抜けないんだよ。こっちインサイドに持ってこないと。やってみ、こう打ちたいわけでしょ。そうしたら、そうしたら抜けないじゃん。からこれをここに置いといて、うん、こう抜けてるわけでしょ。そうインサイド、こうじゃなくて、うん、こうでしょ。そうで、そこからバットを出してきてパーンと返すってことでしょ。だからバッティングって、例えばこのヘッドがあるじゃん、ここの先っぽが、はいはい、こっからここを入れ替えるだけでいいじゃん、うん、でもドアスイングでこうやってやったら打てないでしょ、はい、
だからこういうふうにインサイドに抜くっていうような感じだからね、今ねそうやって言われますけど、当時はね肘を開けるなって言われませんでした。いや肘を畳めっていうふうに主流でしょ。そこが違うってことでしょ。畳めたらこう抜けへんわけじゃないですか。いやだから教えられたバッティングが全く違うんだよ。いや脇開けんな、上から叩けって、上から叩いて肩出すなって。おいおいどうなってんだよ。肩抜けへんわけですよ。肩抜けないよ、いつまでたっても。だから俺はあれこれはちょっと違うんじゃないかなと思って、うん、それいつやられたんですか。それはね初めて3割打った時じゃないから、3年目。どうだ、2年オフぐらいからちょっと取り組まれたんですか。うんうん、ほんなら明らかにねバット持った感覚は変わってきました。もうね体の回転で打つなんかねとんでもない話だと思う。いつになったらヘッド走んねんと、うん、だから腕で打つって。いや言い方悪いけど手打ちでええと。そう、そのヘッドを走った時に腰がついてくると、後から回ってくるようなイメージで。そう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 、そしたら勝手に肘も締まってくると。そう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 、もうそれからあこれかなと思って。打球も変わってきました。そうそう、いやそれはやっぱりさバットに引っかかるようになってきて、うん、それで30ぐらいの時からかな、いやもうちょっと待てよと、体がへばってくるとどうしてもこう体がいってしまう、それを抑えるのはどうしたらいいんだろうと思って、今度はかかとを上げないようにした。左のかかとを、左のかかとが開くと右肩は絶対動くじゃない、はいはい、だからこれをできるだけ左のかかとをこういうふうにならないようにするために、やっぱこっちを左足をものすごく意識した。そうするとまあバットも体から離れへんし、うん、インサイドがバット出てくるしというようなことですよね。あっちゃんはどうやる。僕はね、僕はまあプロ1年目から試合に出していただいて、よく打ったよな。一応2割9分打ったんですよ。そうだよな。今みたいにね、DeNA の牧選手はね、ルーキーの100何本とか打てませんやん。当時、僕ら記事なりませんやん。何本打ったっけ。僕ら130試合制ですよ。125本打ったんですよ。すごいね。最後、誰も言ってくれんから、僕最後1試合欠場したんですよ。なんでもうええやろ、言われて。僕も分からへんから、はい、言うて。うん、まあ、考えたらね、なんかルーキーから開幕の安打も僕、4試合か5試合あったんですよ。最近のルーキー出てきたらね、開幕からの記録とかあるじゃないですか。ルーキーの年間安打とか、二塁打とかホームランとか、今見たら僕もまあまあのところにいたんですよ。え、球団記録は作ったのじゃん。ルーキーのですか。うん、マキが117本だったんだよ。桑田さんっていう人がな、あ、はいはいはい、昔の、はい。で、それをもう塗り替えたんだけど、はい、125? だから僕125試合で125本やったんです。5試合欠場したんです。うん、でも当時そんな話題なんか全くなかったから、うん、最後の1試合も欠場したんですよ。もう出たらさ、もう128本じゃないですか、うん、でもそんな時代じゃないですか。もったいない。いや、今振り返ったらもったいないですよね。いや、それでまあ同じ質問だけどさ、はい、プロに入って、はい、プロの球を見た時にどう思ったの、はい、いや、いけると思いました。それはね、速さもキレもそんなに感じなかった。若手ってね、僕一軍キャンプスタートさせていただいたんで、バッティングピッチャーでね、エース格の人がおるじゃないですか、うん、当時西崎さんですよ、うんうん、とか、まあ、言い方悪いけど当時の日本ハムで僕知ってる人はいなかったんですよ、まあ、西崎さんとか武田さんで柴田さん、あと松浦さん、酒井さんとかで、他の若手のピッチャーが掘るピッチャーのボールなんか、これプロのボールかと思ってましたよ。やっぱただ西崎さんのボールだけはやっぱり、あ、これがあの西崎さんのボールやと、ちょっと角度的に入ってくる角度がインコースどうしても詰まるんですよ。いや、ちょっとまっすらするんですよ。でも僕から言うとね、これがトレンディーやみたいな、これがトレンディーエースのボールやみたいな感じだったけど、他はやっぱりほんで打ったらね、ボール飛ぶんですよ、人より。当時鴨川キャンプですよ。鴨川、寒いところ、はい、でもそれは単なる変な自信でね、周りの評価は知りませんよ。けど当時は日本ハムって打てへん球団って言われてたんで、まあそこでまあまあそのそこから実践練習入ってきてもね、使っていただきましたよ、ずっと土橋監督にね。でそこからオープン戦でもある程度結果も出たんで、で開幕スタメンですよ。で当時の開幕西武工藤監督ですよ、今ソフトバンクのね。でそこでもう自分で言うのもなんやけど、1打席目紙一重のライトフライですよ。紙一重ですよ、ホームランのな、はい、うん、2打席目そのスライダーを紙一重の右中間弾丸ライナーのライトライナーです。こんなヒット出へんかったらあかんな思って、で3打席目カーブ狙う思って、でカーブを先頭に打ったんです。狙ったの。もう余裕あるね、ルーキーだ。工藤さんといえばカーブじゃないですか。いや、それはもう特徴あるんだね、あの工藤さんのカーブやみたいな、
で当時ね、初ヒットでもボールもクレも何もないじゃないですか。ないの？何もないですよ。僕何にもないですよ。あ、そう。ありませんか？ないでしょ。いや、あるよ。いや、1000本とかあるやろ、1500とか。ないですよ。ないの？何にもないですよ、僕ボールなんか。いや、お笑い、まあ、かろうじてあるよ。だから言うてるように、その125本打てても誰も言うてくれずに、最終1試合欠場するようなとこですよ。ほんでまあ1年目は2割9分出て、ただやっぱり1年目はがむしゃらですよね、うん、でコーチもやっぱりある程度結果出たから何も言われなかった。7月月間 MVP です。新人4人目野手で、うん、すごいね。月間取ってんの？ホームラン6本打ったんですよ、うん、で7月オールスターがあるから試合短いじゃないですか。ほんでまあそうやって終わって1年目のオフにね、僕もちょっとこう肘がサルテというかね、長いし、肘がちょっと開くというふうな癖があったんです。さっき言った豊さんが言ってたように、当時は脇を締めなあかんというふうな、脇が開くからインコースをちょっと打てへんというふうな時代じゃないですか。ほんでまあ2年目もまあ2割8分7厘ぐらいで、その2年目の時ですよ、オープン戦な、当時横浜と日本ハムですよ。ほんで俺ね、学生時代にお会いしてたから待ってたよ。けど若手やからさ、バット練習が早めやねん。ちょうどね、バット練習するぐらいに横浜のアップや、豊さん来へんかなと思ったら来へんし、打ってたらさ、後ろからさ、おーってお前偉なったなぁ、挨拶はとか言われてさ、あ、すいません待てたんですけどみたいな、ブテンされてさ、お前挨拶せんかみたいな、あれ怖かったあの時。そっち怖い。絶対怖ないわ。いやでもさ、1年目の時にさ、あ、これはすごいなっていう、俺が江川さんに衝撃を受けたようなピッチャーいなかった。野茂さんですよ。あ、やっぱり野茂、やっぱ野茂さんのフォークボールとやっぱ馬力、うん、だから当時言ったら、まあ、西武はね、あの時は工藤さんがいて石井さんがいて各大元ですよ。で渡辺監督でまあ、いや、いいピッチャーと当たってきてんな。いやだからでもね、でも感動したのは牛島さんのカーブ。ああ、俺も対戦してるからね、中日で。そうでしょ、うん、これがあの波翔のあのカーブやって何回も言うけど、見逃さんしてそれでいいやみたいな、俺が打ったらあかんこのカーブみたいな。いやもうね、表現としては一回バーンと抜けるんだよ、はいはい、あ、ボールやと思ったらそっからソーンと落ちてくるな。そうですよね。そうそう、同じ感覚やな。ノボは最終的に攻略したんか、はい、それともダメだったんか。攻略なんかできません。できないよね。